さんこんばんは。毎日暑い日々が続いて、子どもたちもプールで泳いだり水遊びを楽しんでいることと思います。良い子の皆さんは音楽を楽しむ、童謡や好きなアニソン、弾いてみたいなと思う曲を楽しんでください。先生も今日はベートーベンのエコセイズチャレンジしてみます。さまざまな音楽用語に速度記号、発想用語にペダル記号、この曲の最後は喜びを持って終わります。ピアノは楽しいから練習、自分のために練習はします。人から言われてやる練習はみんなあまり気が進まないと思います。みんなちゃんと宿題しなくっちゃ、罰ゲームだよ。週明けのレッスンがとっても楽しみです。エコセイズベートーベン。皆さんこんばんは。今日もとっても暑い一日になりました。みんな夏場は疲れ気味、毎日頑張ることはないんです。好きな曲弾いてみたいな、興味のある曲を楽しむことでピアノはもっともっといろんな曲を
表現豊かに弾くこともできます。みんな疲れていますが、それでもこの曲を仕上げよう。練習の意欲、意識を高めることも大切です。ベートーベンのエコセーズ、この曲も非常にペダルの踏み替えも頻繁で、曲の最後は喜びを持って終わります。体調管理には気をつけて、人に優しく良い言葉がけをしてあげましょう。